キングフィッシャーはユナイテッドブルワリーズグループが製造しているインドのビールのブランドである。キングフィッシャーは1978年に製造が開始された。市場におけるキングフィッシャーのシェアは全体の3分の1以上となる36%であり、インド国内において最もシェアの高いビールである。キングフィッシャーはインド国内で消費されているか 国外52カ国でも販売されている。日本でも英国で製造されたものが日本ビール株式会社より輸入販売されている。ハイネケングループはユナイテッドブルワリーズグループの株式の37.5%を保有している。キングフィッシャーは以下のような様々なブランドの商品を展開している。キングフィッシャーはオという名のキャッチコピーで プロモーション活動を行うことがある。キングフィッシャー水着カレンダーはキングフィッシャーブランドを長年にわたり支えている中核事業の一つである。キングフィッシャー水着カレンダーはピレリカレンダーに似たコンセプトでファッション、娯楽、魅力を融合させたものとなっている。長年にわたりキングフィッシャーカレンダーの発表会はインドのファッションカレンダーにおいて ファンが注目するイベントとなっている。TGAV2010 のヨースキングフィッシャーが主催、コモンカラーズエンターテイメントが企画運営を行って、大インドオクトーバーフェストという音楽、ビール、エンターテイメントの祭典が2005年より、毎年10月にバンガロールで開催されている。この祭典は、全3日間のイベントであり、音楽、食、ショッピング、フリーマーケット、 モーターショー、エレクトロニックスポーツのパビリオンなど様々な催しが行われる。TG アブはドイツのオクトーバーフェストを参考にして企画されたものであり、世界中で行われているオクトーバーフェスト関連祭典の一つとなっている。TG アブには様々な分野から国際的なミュージシャンやインド国内のミュージシャンが出場する。祭典の主な会場はバンガロールだが、 組織委員会は、インド全体での活動も行っている。ありがとうございます。